岐阜県政ホットラインスタート。今回は養老公園に来ています。日本の滝100選に選ばれている養老の滝や芸術を体感しながら楽しめる養老天明反転地、小さな子供連れのご家族に人気の岐阜県こどもの国、他にも自然やスポーツ、キャンプまで楽しめる都市公園です。養老公園は今年開園140周年を迎え、子どもから大人まで楽しめるさまざまなイベントを開催しています。今年のキーワードはウィズコロナ、密を作らず楽しめるイベントの情報や新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みについて紹介します。夏のイベント水着で GO 養老公園ウォーターフェスティバルでは、子どもの国の広い芝生広場にプールやウォータースライダーが登場しました。いろいろなグルメが楽しめるキッチンカーもソーシャルディスタンスが確保されています。養老公園はほとんどの施設が屋外施設で、敷地もとても広いため密の状態となりにくく、ウィズコロナの状況でも安全にお過ごしいただけます。また屋内施設では出入り口を常時開放するなど、密とならない運営を行っています。ご来園の皆様には岐阜県感染警戒 QR システムの利用、人との距離が十分確保できないときはマスクの着用、こまめな手指の消毒、入場制限等へのご協力をいただいております。密とならないようイベントの内容を工夫し、ウィズコロナの状況でもお楽しみいただける企画をご用意して、皆様のご来園をお待ちしております。秋の養老公園は養老エンタピクニック、園内をピクニックしながらさまざまなエンターテインメントを楽しむイベントを実施します。また開園140周年を記念したプロジェクションマッピングをはじめ、開催エリアを分散し密を避けて行う大道芸や音楽演奏などのパフォーマンス、密にならないオープンカフェ、車に乗ったまま楽しめるドライブインシアターなど、安心して楽しめるイベントがいっぱいです。今回ご紹介した内容は今後の状況によって変更・中止となる場合があります。最新の情報は養老公園のホームページでご確認ください。密を避け安全・安心・元気に遊べるウィズコロナに対応した養老公園の秋のイベントにぜひご期待ください。